どうも、速稼塾の久保です。今回もね、動画の方を送っていただきましてありがとうございます。ちょっと一般公開動画にしますけども、ほとんどの方には関係ないことだと思いますんで、もしね、聞いていてつまらなかったら、ちょっと離脱していただければと思います。いつもね、暗号通貨の中でも、体のエーダってものがあるんですけども、こちらのエポックに関して動画を送っていただいている方がいるんですよ。で、その方に今回返信の動画なんですけども、ちょっとね、いつもとテーマを変えまして、その不労所得の時代がやってきたっていうね、ことにしたいと思います。まあ不労所得といってもね、完全に不労所得っていうのはないと思うんですよ。何かしかの作業をしなければ所得が生まれないけれども、今までものすごくね、作業がたくさんあったものが一気に軽減されたっていう、まあそういった意味だと思っていただければなと思いますよね。そうですね、例えて言うとですね、なんか魚釣りをこうやって一匹ずつしますよね。すごい労力です。でも、底引き網でガサーッとやったら一気に釣れるじゃないですか。そんな感じですよね。うん。だから一瞬で今まで100人、200人でやっていた人海戦術みたいなのが一瞬でテクノロジーのね、力によってできてしまう。まさに釣りっていうのは手動ですけども、テクノロジー、底引き網っていうのは、そのウインチとかね、網とかね、機械でやる部分が多いわけですよ。だから人力っていうのがものすごくね、いらなくなってきたということだと思います。ちょっと例えが悪かったかもしれませんけども、実際にじゃあ、今の時代の不労所得は何かっていうと、ズバリね、AI によるものなんですよ。で、私は以前、ブログの量産をして、そのブログによってアフィリエイト収入を得ていましたけども、ブログを書く手間ってのがあるでしょ。で、ブログが当たるかどうかっていうのを検証もしないといけないですし、その前に、自分がテーマとしているものが、マーケット性があるのかどうかっていうリサーチもいるんですよ。リサーチはどうやってやるかっていうと、すでにそのネタが流行ってるかどうかを見なくてはいけません。流行ってないものをやってもしょうがないですからね。だから流行ってきたものをいち早く後追いでやっていくってことになりますので、芸能人が結婚したとかね、なんかどっかで事件があったとか、それについてブログをブワッと書くんで、トレンドっていうのは一気にアクセスが高まって、そして流行りが収まったらスッと去っていくんですよね。だから結構ね、毎日ね、過酷な労働なんですよ。ただパソコンの上でできる労働なんで、出勤するのとは違うよっていうだけで、結構密度の高い労働、そして、お互いに相手の見えないライバルブロガーさんとの競争があります。でね、これ人力でやってるから大変なんですけども、どんな記事が流行るのかっていうのを自動的に世界中のネットの情報を見てね、判断してくれるような、そんな機能があったらいいなと思ってたら AI があるわけじゃないですか。しかも AI に自動文章作成の能力も今ついてきてるんですよ。で、この二つが組み合わさった時って、今までリサーチをする、情報を書く、リリースするっていう作業がいらなくなったんで、このブロガーとしての大半の時間を使っていた作業がいらなくなるってことなんですよ。しかも、知恵もいらなくなるんですよ。人間の知恵よりも AI の知能の方が高いですからね。そうなってくると、もう自分で考えることもなくブログが自動生成されて、もしどうしてもやりたければ、できたブログをチェックして、ちょっと修正を加えてね、自分なりの色を出すみたいなことですか。そういうふうなスパイスを加えてリリースっていうのはありますけども、基本的に量産はもうどん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 できるわけですよ。以前私が1日にね、100個できるかな、50個ぐらいしかできなかったなって毎日そんなことを考えてた時に、今1時間もあれば100個ぐらいできるでしょうね。まあ少なくとも50個ぐらいは1時間でブログで AI でね、パッパッパって作業ね、トントントンってできちゃうと思います。まあほぼ不労所得なんじゃないですか。そうやって、不労所得の柱を1本2本と作っていくことがブログではできるかなと思います。それから昨年からね、始めた AI アートっていうのがありますけども、AI アートも、まずはどうやって絵を描くかっていう、なんか絵の描き方のまず勉強がいります。経験がいります。たくさん絵を描かないといけないでしょ。で、私絵なんて描いたことがないですからね。だから描けません。プラス最近はパソコンで絵を描くんですけども、そのライティングツールとか専用の機械とかを買ってきて、ペンとかね、ペンタブとかで描かないといけないでしょ。で、私そういう、なんかテクノロジーの技術もできませんから、だからね、AI アートって言っても、そのアートを描くことはできないんですよ、私。でも AI が作るアートなら待ってるだけなんですよね。1分、2分。で、どんなテーマで描いてくれるのかっていうことを指示するだけ。つまりプロンプトっていうんですけどね、指示を出すだけなんですよ。しかもそれは文章で。文章っていうか単語ですね。例えばね、10代の女の子、海辺って書いたら、海辺に立っている10代の女の子がこう、パッと出るわけなんですよ。でもその女の子がね、座っている場合もあるし、3人である場合もあるし、髪が長い、短い、それから海が荒れている、海のど真ん中、海辺、いろんなシチュエーションはもうランダムなんで、細かい指定をすると、その指定通りにだんだんなっていくんですよね。で、その細かい指定っていうのが思いつくかどうかってことだけで、もうアーティストとしての力量はそこで OK なんですよ。
あとはね、細かい美的センスとか、もう色のね、配色とかっていうのは人間よりも優れた AI がやってくれますんで、もう人間の能力の差はそこではつかなくなってくるんですよね。ということで、絵を描くのにはものすごく修行の期間がいるんですけども、それがなくてももう絵が描けるということでね、これも不労所得の一部なんじゃないかなと思います。そして三つ目なんですけども、その動画ですよね。動画も最近は AI が自動的に作るんですよ。参っちゃいますよね。私たち YouTube を生業としているものとしては、動画をどのように作るかってことがね、時間の大半、一日のうちの大半を取られるわけですけども、それがもう取られなくなるんですよ。どんな動画を撮りたいかっていうことをテーマだけ与えといて AI にお願いってやると、 AI が自動で作った文章とね、それから音声と、それから画像を組み合わせて、画像じゃなくて動画ですよね、それを組み合わせて YouTube 動画をどんどんリリースしてくれるんで、だから広告収入上がるじゃないですか。で、 YouTube の報酬単価がね、何チャンネル登録1000人とかでしょ、で視聴時間が4000時間とかでしょ、で AI がやってくれるんで、 AI が最短でそれも作ってくれますよ。となると、もう私たちがやることはほとんど奪われて、 99% は AI が私たちの作業を持っていくってことになります。だからね、ずっとある概念の中で AI が人間の仕事をね、取っていってしまうんじゃないかなっていうふうな恐れはありましたけども、今は恐れというよりも AI のおかげで、俺がやるべきことを AI がやってくれて、 AI がせっせっせっとね、入金だけを頑張ってやってくれるんで、ありがたいなって気持ちです。だから AI を敵にするんじゃなくて、 AI を部下にするわけなんですよね。結局 AI だろうと何だろうと、テクノロジーを使うのは人間だってことを忘れなければ、この AI そしてロボットの波に巻き込まれずに、自分がいつでも優位に立てるんじゃないかなと思いましてね、今回の動画にさせていただきました。まあ以前はね、暗号通貨で一発当てるみたいなことがありましたけども、まあ宝くじみたいなもんですよ。でも AI っていうのは結局そのシステムの一部ですからね、コンピューターの一部ですから、それが暗号通貨に集約したテクノロジーとなって AI、ICO っていうものになるのか、 NFT っていうものになるのか、それとも AI っていうものに特化してね、コンピューターの仕組みを使って世界中の情報からもう最適化したものをね、アウトプットするようにこちらが指示を出すのかっていうことになると思います。まあ、この AI を使った不労所得っていうのは、なんかね、そこそこできるんじゃないかなと思いますね。まあ私も体験するところがありますから、ただやっぱり、例えば AI アートでも、アートを描くのは自動でも、アートを売るのは自分でやらないといけないですからね。どこのマーケットに出すのか、誰に対して販売するのかっていうのは自分でやらないといけないんで、人間のやる余地っていうのは結局コミュニケーションってことになるかなと思います。はい、じゃあ今回は以上です。参考になれば幸いです。